皆さんこんにちは。チェーズボイスレッスン、本日も始まります。本日は自分の音の高さ、自分の本来の音の高さを出してみようというのをやってみたいと思います。皆さんは歌を歌うときに楽器の音を聞いてからとか、何かの音に合わせて歌うことはよくやってると思うんですけれども、まあ、鼻歌で歌ってる、お風呂とかで歌うときは、ね、考えないで歌ってるのかなと思うんだけど、私は教えてて思うことは、自分の音がどこから出てるかみたいなことを考えないっていうことがすごく多いと思ってるんですね。なので今日はちょっとそれを感じてみようっていうのをやってみたいと思います。レッツスタート。一番最初に、自分の音が取れない人とかたまにいて、音程取れないんだよねなんていう人がいるんですね。あと歌得意じゃないよとか言ってる人がいるんだけど、それって結構ね、得意じゃないところでね、なんか変なことをしちゃってて、修正できなくなってることが結構多くって、割と音痴って言われてるような感じの人たちって基本的にはそんなにはいないのよ。だから確認の手段がないだけ で、その確認の手段としては、まず自分の声がどこから出てるかみたいなことを考えたことは多分ないと思うので、まあ、よくどうとか言って、はいどうって出してってやってしまうんだけど、頭を今真っ白にしていただいて、頭を真っさらにしていただいて、もう何にも考えずに声を出す。まあ、例えば状況によって音の高さって変わるからなんだけど、何にも考えないでね、もう何にも考えないでリラックスして音を出してみましょう。はい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 。まあ本当に何も考えてなさすぎて今殴りそうになったけど、そうだけど、でも多分リエの場合はなんか声を出す、なんかなんだろう、全然そういうのなくただ出ちゃったって感じでいいと思うんだけど、でももう一回やってみ、もう考えちゃってもね、なんかね考えてる。なみたいな感じで、だからみんなポッと出た音って、歌さ合わせなきゃならないじゃん普段。だからそのなんか高さに合わせてるけど、まず自分のこうニュートラルで割って出ちゃった音があるとしてさ、その音をどこら辺なのかっていうのをチェックするのがすごい実は大事で、だけど結構もうみんな凝り固まってるんで、なんかこの音ずつ出さなきゃいけないみたいなやつになってんのよ大体。でだから一回それをもう取っ払う、どんな音が出ても構わない、自分の音ならば構わないと思ってもらって、自分の声をまずこう出してみてみましょう。せーの。もう全然合わせなくていいよ、全然もう不協和音だけどね。それじゃあ例えばさ、なんかもうこう意気消沈してる時みたいな感じで、はーって出る音とかさ、なんか楽しい、よだれを垂らしてるっていう音とかさ、あとはなんか、まあ、いずれにしても声の高さをね考えないで出すっていうこと自体はあんまり しないと思うんだけど、スタディエはもう一回どうぞ。多分この辺なんだよね。今のラだっていいよ、これ聞かないで、はい自分だけ、自分だけ、多分そうね。あ、これさ、絶対音感のさある人だったらさ、音程ピットわかると思うんだけど、その相対的音感っていうか、その間、何々と何々の間みたいなの聞いてるから、まあぴったりここっていうことでもないんだけど、まあ言えば多分カズミはこれ出してみ、多分自然に出る音だと思うね。まあもう、あって言ったの、出たのその辺の音だったんでね。いや、何も考えず、何も考えず、何も考えず。まあちょっとこれ合わせちゃったけどね。まあでもこんなとこはなーって言ったかな、この辺かな。でさ、まあ何が言いたいかというと、皆さんはポッて出た時に何も考えずに、なんとなく自然に出た音からどのぐらいずらしたところの音を出してるかみたいなことを感じてないから、音程がちょっと無理があったりするわけよ。で、高いキー出したいっていうこと結構ね聞かれるんだけど、キーを高くするっていうのはただね、もうとてつもなく高い音を出すのは、まあ、できなくはないんだけど、綺麗に高い音を出すってなったら、このことがちょっとこうなんていうか作用するというか、楽器もそうなんですけどね。じゃあどうぞ、ここかな、すごい考えちゃった今ちょっと覚えててね、言われたのラーソアソーで、はい、ファってことなのよ。で、皆さんはどうでしょう、これ音に合わせるの結構若干難しいかもしれない、絶対音感のある方はね、それでやってみたらいいと思うんですけど、なんかまあちょっと鍵盤探すとか、弦とか探すとかして、自分の音どの音かなんて分かんない場合は、まあ今日はそういうことにしておこうっていう人にしておいて、それでまあじゃあ例えば今リエだったら、ラだったらね、
ってことは、で今は聞いて出してるんだけど、さっきは出た音がここだったってことだよね。ってことでもし始まるときはなんとなくこの辺から始まった、ここから出てくるってことなのよ。わかる、言ってること。最初はなんとなく自然にあーって出る。リエちゃんは、リエちゃんはこうやって出しますよって言われたときに、この自然に出たところからすると自分の音から言ってるから、なんか自然でしょ。それでまあ下がってもこうやって言ってても、だからさっきそのなんとなく自然に自分が出た音、その出した音あたり、まあこれも正確かどうかわかんないんだけど、まあ自然になんとなくこうニューラル出たらさ、あ音合ってないよとかなんか言われて、あ間違ってるよとかって言われる恐怖じゃなくて、出た音が正解と思ってください。自分の出せた音というか出した音がどこかっていうところから直していきたい。これあの音程の取れにくい人とか、いろんなことのこうレッスンしてて、まあ、たどり着いた技というわけでもないけど、基本的にそこまでいくと大体みんな正しくなるのね。で、かずみちゃんはここだから、ここ上がってこう。そうそうそう。自然でしょ。普段ちょっとさ取ってつけてない？やってる。やってるよね。でこれさ、そうなのよ。だから自分の出してる音がちょっと規格外なとこから出しちゃってる人結構いて。規格外な人が結構いて、でその規格外なところから出ちゃってる場合は、その音の高さに直してるっていうケースが、あなんか気づいてないの、なんか気づかないでその音、しかも頭で正解、この音が正解だっていう方に間違わないっていうようなチョイスで音を合わせてる人がすごく多いの。そうするとちょっと規模が狭くなっちゃうっていうか、あのボリュームも小さくなっちゃうとか、あの大きく出すっていうところはなかなかここが難しいところだね。じゃあみほちゃんは例だけ自然と出したやつに近づけてね。こういう時ね。そう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 。でさ、普段さ、歌練とかしてる時にさ、ボイトレやってる時みんな出してんだけど、自分の音がさ速攻だって思ってないでしょ、やってる時。いい？なんて C だけ。自然じゃない？そう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 。今一番最初に出した音を、この音出してねって今日はやらないで、最初に自分の自然な音を出した音、その音を出してからこう合わせて作業っていうのに、ちょっと何も考えないで出してあげちゃう。そっからいいよ。今だから自然だったらここだったのね。でじゃあこれで出しますよ、はい練習しますよって言ってみんなここあーってもう合わせたところが出ちゃうのよ。で合わせたところで間違ってないところでやってるんだけど、実は自分の音からどのくらい違うか、あともっと言ったら音程が狂ってるとか音が取れない人には、そこから直してあげないと、ってか何回も当てずっぽでああって出す人いるから、これ絶対うまくならないから。そうじゃなくて今出した音がどのくらいで、今出した音が どうだみたいなところをこう合わせてきたね。そしたら今度は今のニュートラルな状態絶対忘れないでね、忘れないでおいて、でだからさ位置感覚、体の中の位置感覚っていうのかな、それがなんか みんなってその、私別にその天才でも何でもないんだけど、体の中に音の場所があって、その場所と合ってるから合ってるって分かってるのね。で合ってないところから、だから音の表面だけ合わせることもできるんだけど、自分の体の中で合ってるところだっていうところで分かったところから合わせてるから、でそうするとみんな自分で素直に出した音っていうのは自分が楽で出してるところだから、結構そこら辺っていうのはそこからじゃなくて強制したり規制かけてなんかしてんのよ。あの歌ったからすごい難しいのは、
その自然な状態が早い人の方が上手なのね、結局。であと直す時は自分の出した音からどのくらいずれてるかって言って直した方がよくて、じゃあ和美ちゃん、そう、いえ、さっきのところから自分で、で多分癖だけど、いくよ、いくよせーの、そうで、それだったらなんか正しくない、自分でなんかそうですね、もう習慣でさ、そうなってんの、アキちゃんなんだっけな、すげえ私、そう、そしたらここちょうだいって言った時にせーの、それがここから上がってくるやつ、そうそうそう、その方が正しいのよ。だからさっきあーって出した時は、多分自分のこの葛藤っていうかさ、自分の正解論みたいなところでさ、あ、ここでしょみたいな感じ出してるんだけど、実は自分のつながりのところとそこを合わせたいっていうのがあってさ、どうぞ、せーの、そっかさ、そう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 、だからなんかさ、さっき出したのとさ、お腹の中の感覚の位置正しく、今の方が正しくない、うん、でそのつながってるのよ音って、で音ってつながってるんだけど、チョキンと切った上の部分だけをこうなんか取ってることが多いのね。それでその皆さんはメロディーラインをこういうメロディーラインって思ってると思うんだけど、髪の毛じゃないけどこの毛根からこうなんていうの、毛並みみたいなところがメロディーになって、一番底のところからみたいな、自分のこう正しいところから上がるみたいなことを敷いた方がいいの。それでね、歌すごく上手に歌われてたりものすごいできる方でも、こういうことあんまり考えてないっていうことが結構実は多いのよ。で私の場合はなんていうかな、上手じゃないっていう表現はなんだけど、歌難しくってどうやったらうまいかなっていう方を結構教えてるケースが多くって、そうするとなんか表面的になんとなくうまいとか、なんかそういう歌って結局発散、ストレス発散とかにはなるかもしれないんだけど、やっぱ聞いててもそんなやっぱ楽しくないっていうか、なんか歌うこと自体は別に歌っちゃえば楽しいんだけど、本当にいい歌だなとか、この歌素敵だなっていう歌を歌いたいなっていうのであれば、誰かのモノマネから入って全然いいんだけど、でもやっぱり自分に合わせることが一番大事なわけよ。で、言うさ、C だ。そしたらここね。はい、でも今ちょっとできないですよ。いやいや、そう。そう。そしたらなんかね、この体の中の水平と、あとこの三半規管の水平で、こうちょうど台形みたいな形でも構わないんだけど、上下みたいな感じがどっちもフラットだよってなったら合うって分かるのね。で耳の方のフラット、頭の方のフラットだけで合うよっていうふうに言ってる時はちょっと幅が狭い感じなんだけど、自分のとことキーに合わせていくと自分の体とこうしっくりくるところで多分絶対合ってるはずなのよ。じゃあだったら正解なんだけど、でも今目線、あと目線っていうのもあって、いい、リエちゃんここ見ててくれる、じゃあここ見ててくれる、じゃあそこ見ててくれる、目線変わるとさちょっとなんとなくイメージ変わるでしょなんかちょっとわかる。それで音っていつも言ってくるんだけど、バイブレーションなんで、1点のポイントとか1個の線のところに合わせるっていうのじゃないのね。なんか皆さんは多分その平均値とかで合わせるときに正解の目指すと思うので、正解っていうのは何だったら点であったり線で考えてる人がいるんだけど、ちょっと違ってて、音っていうのはバイブレーションなので、上下幅があるところで揺れてるのね、揺れてるわけだから真ん中を目指したときは構わないんだけど、そこに真ん中でとどまるんじゃなくて、このちょっとだけこう揺れるということで幅があるのよ。だから幅感で理解した方がいいわけ。そしたら下と上だったら、例えば 手をさこうやってやっといてもらって、じゃあこっちの上、あ、ごめんなさい、そしたらこうしてあげたら、ちょっとこっちの音がこれ低い方ね、こっちは高い、そう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 、そしたら目線はまあちょっと先でいいんだけど、そう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 、関係ないでしょ、あ、関係ないっていうか関係あるんだけど、そしたらこれで定まったと思うんでね、そうで、いつもどっちかなのよ、どっちかなで、しかもこっから上がる、必ず上下あるはずなのね。でプラスちょっともうちょっとこっち来てくれる、プラスこれの後ろちょっとこう風持っててくれる、こ
ここにこう視点をこう倒れた時に ここが押さえる視点みたいなのが出てくるといいんだけど、もち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 、そうそうそう、 ここで向かい出し見せーの、あーそう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 、そしたら自分の体のちょっと外になるんだけど、その視点と今で上下、そう音取る時に今さっきは多分点を目指したはずだね、線を。でも今の自分の体の中にある幅をこう理解してもらって、こう倒れていくとことこ持ってもらって、あーって出してもらうと2点、まあ高さとしてはこのバイブレーションじゃないんだけど、自分の体の重心とくっつけるとこのバイブレーション、あこの幅で上と下、うん、あー、うん、大丈夫、そうで、その時にせーの、この体重がこうなった時って力が抜けてるのね、こうやって後ろに、この時って力抜けてる、その時っていうのは力が抜けてるから、その時は自分で何かはやってないの、分かる？自分がその体に重力を任せてるから自分は何もやってないのよ。で何もやらないから全部が使われてるわけ。ちょっと難しいこと言ってるよ大丈夫かな、これ全部がその音として使われてるから、頭で考えて何々を取るとか何々間違わないようにとか何とかってやってなくって、全部がああって音になっちゃってるわけ。そうするとこの人の 100% が音になりましたってことなのよ。これなんかもうちょっと言ってることをまどろっこしくてちょっと分かんなくなってるかもしれないけど、歌って歌う時さ、なんかしてやろうみたいなさ、なんかもうこうやってやるんだみたいな感じでさ歌う人いるんだけどさ、それ違うのよ、もう絶対に。だからといって無防備にこう放たれてってなると怖いってなっちゃうんだけど、基本的には出す前はまあ、何かしないわけではないんだけど、タイミングが合うところに行くっていうか、タイミングが合うところなのね。でもう一番似てるなって最近思ったのはさ、羊酔いのさ、犬がさ、羊かどうじゃん、さ羊がこうバラ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 いるじゃん、このバラバラの羊がその音程のところに集まるみたいな感じだから、自分でできることは羊を追うための犬のコントロールはできるけど、そこに羊が集まるって言ったらさ、じゃあタイミングよく そこの羊って例えばやるとしたらさ、すごい前からそういう しなきゃならないじゃない。で、まあ、もっと言うとこの映像化したものをこうちょっきっと切って合わせるってこともまあしていいっていうふうになると、ちょっと矛盾今生じちゃうと思うんだけど、みたいな感じで自分でできることはどこですか、例えば羊追いをするとしたら、したら犬が羊をそこに追うようなタイミングをこっちからかけるわけで、だいぶ前からじゃん、しかも羊がそこでパンパンになったところがその音だってなったら、ちょっと感覚としてはこれ結構すごい正しいのね。でしかもだから、何かしてやろうと思った時にさ、犬がめっちゃ言うこと聞く犬だったらさ、いいけどさ、犬そんなに聞くのか分かんないけど、羊がそこまで言うこと聞くかどうかっていうのもあるからさ、だからそのタイミングを見計らうということで統制を取ってるっていうのもあるのよ。で、かずみちゃんにやってみようかな。かずみちゃんはどこだったっけ、どまでね、さっきのやつくっつけてもらうと、ちょっと待って、手を出して、うん、で どう出して、あそうから音ずたが出て、そう、そう、しかも近い、そうこの状態だったら今多分あんまり頑張んなくてもできてると思うね。しかも下ちゃんとつながってるから自分の実感もあるし、上も自然と上に上がるはず、その体重かけてるから、こうやってどう出してくれる、そう、分かるかな、これさ、出した時はせーのこういうふうに出してるけど、これをせーの離してあげたら、この人はほとんど力を使ってないっていうか、この人の体重が全部音の方に流れてる、そうこれがさっき言った羊酔いが羊をこう集めたような状態、本人は何もしてないけど力も抜けてるし、でここを狙って、あって狙っていっちゃう と、やれることがすごい少なくなっちゃうね。だから力抜けてるのこれで、瞬間移動で移動するのはイメージ、イマジネーションが大事なの。だから頭を使って考えてとか行動してとかっていうことよりは、イマジネーションを早く描く、早いイマジネーションが、しかもイマジネーションは自分の体とつながってるイマジネーションがいいの。でみんなってなんかね、普段ね、多分ね、そのイマジネーションでさえなんていうんだろう、具体的じゃなかったりするのかな。でも例えばさ、バーチャルでさ、ゲームとかでもいいんだけど、あれもあれやってるのって、私なんか決して悪いことだと思ってなくて、コントローラーでコントロールしてる時にそのさ、比率があるじゃん、なんかそのまあ自然界の比率じゃないものも多いけど、って言ったら比率を変えてなんか攻略するみたいなことって普段やってんじゃんね。それでそれの体と音が合ってるバージョン、だからもっと多分あっちやってる人の方が
すごいかも、なんかもしかしたら。あとなんかさ、なんかあの飛行機じゃなくてなんだっけ、ドローンとかさ、こうやってすごいスピードで運転する人とかいるじゃん。あれなんてもうまさにそうで、なんならあれできる人の方がすごいと思うけど、あのイマジネーションがそのドローンが本当こう飛んでくみたいな感じのコントローラーに自分をいじってるみたいな。だからそれはさ、すごい歌う時めちゃくちゃ使うから、あの比率はちょっと変わるかもしれないけど、何かこう自分がこうやって動くんじゃなくて何かコントロールする。でそれと歌は自分の体とすごく合ってるところだからイマジネーションなのよ。だから例えばさっきここでハーって出しました、せーので、ここから出すと、そうしたら自分でしっくりきてるはずなのね。でそのしっくりきてるところでもっと言ったら、ここからもう一回いくさ、せーの、そうせーので、移動するとね、ちょっと待って、ここからせーの、それからせーの、今もう違っちゃったでしょ。あだから、あはそんだけボリューム出てるよね。だけどこうやろうとした時ボリュームカットしなかった、さっき、せーの、そうそうそう、それさっきより全然いいんだけど、あのコンパクトにあーあーってしなくちゃいけないと思ってやってたの、さっきって。だけど今ダララララってやってた、あーあーって大きくなるのよ。で大きくなった時にあーってなった時に、今私は体重をかけたのであーっと音大きくなってるの。だけど力で大きくしてないから、自分の体の出した音より外が広くなってるの、これって。あの歌が上手い人ってあのビブラートがかかるとかね、なんか音のなんていうかな、ボリュームが大きく出ないと聞こえないから音を大きく出してくださいっていう人多いんだけど、音って大きくても、聞こえりゃいいってもじゃなくって、あの歌が上手な場合っていうのはその音自体の外が広くなってるのね。でこのその音自体より外広げてっていうとみんなも混乱するんだけど、基本的に自分の力で出すということは喉を絞るなり何か力を入れて声を出すみたいな、逆に言うと力を入れるときに声出してみたらいいのよ。例えば力を入れるときに、なんか力入れて声出してみて、あそうだよね、そうなるよね。でってことはさ、声を大きくしたいときは力は入れない方がいいってことになるよね。きっかけとしてはだからあーってとかあっていいのよ別に。でもきっとあって話す部分でさ、で力は必要なんだけど、力っていうかまあ必要ないんだけど、まあ、バッて落としたとして、その後ふわって離してあげるとふわっと伸びるわけよ。でそれをみんなって自分でやっちゃおうとするわけ。でも単純に言うとさ、だからそのお弁当忘れた人がいてさ、お弁当忘れたよって窓から言うとしたらさ、どうぞ、アイビーおめでとう。それなんかあのお芝居の時だよね。本当にさ、声をさ出そうと思ったらっていうかさ、届けようと思ったらさ、こうやって大きくなるじゃん。で歌うってなると、まあ、届けたいっていう気持ちもあるんだけど、そのなんか大きくしようとするんじゃなくって、届けたいっていう気持ちになれば大きくなるっていう方なんね。もういつも言ってるんだけど、するんじゃなくてなる方、うん、さっきやりました、だからドミソミドがみたいなことに本来はなんのよ。だけどみんなコンパクトにしちゃってんの。それ下切ったでしょ。だからつなげといて。だから時間かかるかもしれないの本当は。でそれで、さっきよりはなってんだけど、それだとやっぱりちょっと体重の移動が少なすぎんのね。で体重の移動をもうちょっと使わないと、あの体に合った声のサイズになってないのよ、それって。だから多分生活してる中で私たちいろんなこと規制してる。外に行って大声出しちゃダメとか、人のもの取っちゃダメとか、当然そうなんだけど、なんかそういうところで規制してるところ外してもらいたいの、歌の時はね。あの他のことやると変な人になるからね、歌う時だけでいいんだけど。そしたらあー
できるよ確かに これでもだけどあーって大きくしてたらさ体を全部ください。はい、せーの、あーもっとだから 今ぐらいのボリュームが出て当然なのね。で今のボリューム出ても多分うるさくないって分かんない、聞いてる人こうやって聞いてあーってなってるかもしれないけどうるさくないはずなのよ。で大きい声が出てうるさいっていうのはやっぱりそのまあ声が強くてねあれな人もいるんだけど、基本的に歌を歌うときは大きい声そう大きい声を出すっていうか大きい声を出した外側を広くするおいって話だけど、そしたら今和美は3番目の音大きく出ちゃったじゃない、決してうるさくなかったはずなのね。でだけど一応皆さん気をつけてるから大きい声出しちゃいけないみたいになってるんだけど、今のサイズぐらい出ないとその音はそこまで出さないと出ないのよ。そしたら今向かうのはここの結界に向かいたいの。これは結界じゃないの。結界、体重が持ってかれた結界。結界、結界っていうのは自分の体重が連れていかれた方。それでいいわけ本当は。でそうすると今のそれの音移動するとそんだけ時間かかっちゃうのよ。だからあー単純にドミソミで歌うときに間違ってない音の結果じゃない方行っちゃうのみんな、あーってやっちゃうの。でこれね、間違ってないんだけど体に合ってないの本当に。そしたらって私だったら大きな音になっちゃうのね。でなな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 、まあちっちゃく歌うこともできるよ、できるけど一応体に合わせてほしいの、じゃないとうまくなんないから。うん、せーの集中講義そう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 、それでここであれなんだけど今だー大きくなったところをじゃあここからせーの、出したこことこことここ覚えといてもらってそこに帰ってほしいの。だからあー続けてて分かるけどあーって言ったけどあーあーさっきのここに帰ってほしいの。あー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 、これ向かってるでしょ、向かった結果感じねえからだって、せーの、そこそこからそこここさっきのとこ戻ってそう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 、それでミソミとせーはい、そうそれだけど、今度は何かって言ったらば行った先の時間が狭いの。行った時間、だから行った先の時間を自分の頭のキャパシティで知ってるサイズに変えてんの。それさっきは続きでやってたからそのサイズになってたんだけど、自分で何か向かおうとした時にそのキャパシティを自分で選んで小さくしちゃってるわけ。小さくしちゃダメなの、さっきと同じじゃないと。そこでも選ぶ、そうああ、だから私が出してもダーダーってもう一回大きくするかもしれないんだけど、基本的にはちょっと一回取っ払ってもらって、ここでそれを外したかで何もないから、せーの、でそれさっき言ったやつ、今ここ出した時に出したじゃん、せーの、小さくないかな、量がボリュームじゃなくて今度長さにしようか、じゃあ長さちょっと長めにしてみようか、せーの、もうだってそれもなんか自然に二人やってるやつになっちゃってる、もう自分の体に合ったサイズにしてほしいんだよ。じゃあもう一回いくよ、せーの、それは自然なのよ、そのサイズにもう一回やって、はい、もっと、そう、繋いで、
線が、タラララの時多分この辺見せたのね、うん、もう一回やってみた、そして なんで音が上に上がったでしょうか。そうまあまあそうなんだけど、だから体重移動でちゃんとなんか私さっきの目線って言ったのは目でみんな体重移動止めてんのよ。そうでなんかね結構ね歌ってる時ってね目線ね見えてるところで体重移動とかをしてったりするのね。でまあ歌ってる人にもさ言ったらさそのもうそんなこと考えてないっていう人も多いと思うんだけど、私はそれをすごい見てるから。でなぜかっていうと普通にこう歌ってて上手になかなかなりにくい場合っていうのがこういうことで凝り固まってることがすごく多かったり、やってることの意味が分かんないな、まあ例えば大きい声出しちゃってたりとか自分の体に合わないで強制されてその音出したりとかしてるケースがすごく多いわけで、自由に歌っていいよっていう歌じゃない、いやまあみんなで合わせなきゃなんないからさ、なんか直したり、あともっと言ったら音程取れない人ってさもう音痴だとか音程取れないとか言ってなんかこう邪魔者扱いじゃないけどされちゃったりとかしてさ、それすごいもうなんかこうなんていうのその苦手意識でもう凝り固まっちゃってさ、なんかちょっと恥ずかしくて人前で歌えないみたいなのになってんのよ。でそれは違うのよ、だからその人の体とか声質に合った状態でやってないから。でも学校の音楽の時間はしょうがないよね、たくさんいたらさ全員に合わせてやってるわけいかないからさ。あとボイストレーニング習ってる人とかでも大体まあここから始めましょうかねって言ったら大体こうなっちゃうんで、じゃなくて自分のサイズから始める、もうフルオーダーだからね私の場合は、自分のやつにオーダーして自分のボイトレメニューを作っちゃうみたいな感じぐらい自分に合わせる。でもっと言ったら自分に全然合わなくても生きていける人ってたくさんいて、別に全然いいので、あのさっきも言ったけどさコントローラーでさやったらさ別に自分の体とか関係ないじゃんって思うじゃん。でもさ配列とか比率はすごい似てるからさ、そういうゲームとかやってる人もさ実際自分の体を使ってもらうと絶対面白いんだよね。すごい技とかできる人は多分自分とか超技使えんじゃん、なんかね。だから最初とにかく最初はねつまんないかもしれないんだけど自分の体のペースに合わせてほしいの。これ合ってない人はね絶対うまくなんないとは言わないけど絶対気持ちよくうまくなんない。で合えば絶対気持ちよくうまくなるから、そしたらその最初のこの定義がすごく難しくてやっぱり体を譲っていくっていうか倒していく。でもっと言ったらワンちゃんとかこうやって腹出すじゃん、こうやって誰ってさ信用しないと中田さんじゃん、まあ、なぜならここが一番ほら骨がなくてさ内臓食べられちゃうからさ信頼してないとこうしないみたいな。で人間も同じで頭にやっぱりその自分が倒れちゃうとか自分が取られちゃうとかっていうストッパーかかってんのよ。でストッパーを外しちゃったらまずいから普通外さないのよみんな絶対に。だから取られちゃうみたいなね、もう死んじゃうとかみたいな気持ちになっちゃうからさ。だけどそこでストッパーかけてるがためにすごいストレスかかっちゃって不自由になっちゃってる場合っていうのは結構あるのよ。でまあこれまあそう言っちゃうともいろんな人がいるしいろんなことがあるから、一概にどうっていうは言えないんだけど、もしこういうことであのお悩みがあったり歌うまくなってみたいわって人がいたり自分自身にちゃんと向き合いたいとか自分が何なのか分かってみたいなみたいなことがあれば絶対これやったら向き合えるんで。でじゃあ美穂ちゃんちょっとこうだったじゃない。でここから上がるよ。そう。うん、ボリュームの加減はねいいんだけど、今ちょっとそっちの先に行くよって思ったやつをが後じゃない？だから行ったやつが自分のイメージしてるやつは後じゃない？だから行ってみてから後に行ってるじゃない？最初から後に行ってほしい。だから最初から後に行ってくれとか言われた時点で何言ってんのお前って言われそうだけど、その自分が知ってるところ帰ってほしいよね。行くっていう概念じゃなくて帰るって概念、帰省本能だからさ。そしたら今さってやったじゃん、あー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 行ったはずだよね。だけど今ああ探してるなーってあっちに置いてない？その結論を、結論はあっちに置いて、だからなんか行ってみたら、ここにいて、それで、ダーラーって言った先をここに置いてるとしたら、ここからダーラーダーラーチーラーって追ってるわけ。じゃあダーラーだったらこっち行ってほしいの、あこっち行ってほしいの、ダーって移動してダーって移動してほしい、こう行ってほしいの、こう結局こっちに。そしたらその今イメージをしてダーラーラーって言った時にここから。場所こっち行ってみな、うん違うな、
か。はい、せーの。そうで、背高いからね、ここだよ。そう、ここで、しかも引っ張り合って、ここね、ここね。そっち一発いって、一発アクサダイレクト、せーの。そう、そう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 。で、まあちょっとずつずつ一点だったんだけど、で今度これどうだと、さっき言うさんこれ、そうそう降りてくるよ。そうそうそう、でいい、もう上がるよ。ここの場所覚えておいて、ここの場所。場面変えるの、つなげて、つないでつないでつないで。あ、そうそう、あ、ゆうさんだ。例えば、東京駅から他にこう移動するとするのね、車とか電車なんでもいいんだけど、移動して先に、移動した先にパッとイメージチェンジしたいのね。今ゆうさんはその地図とかその距離みたいなやつがつかない状態で歌ったってから、ここからどこまで移動するかで、車なりなんなりだったらプッと移動しないね。はい、距離かかってここまで来ました。でなので、ここからここで飛んだ時はこの距離を通ってきたところにスイッチで、あーさー、そう、それでここからここに飛びます。そうそうそう、でここから半音一つ、せーの。車のずっと走り続けたよね、着いた先です。さっきのところからここに移動します、せーの。そう、そう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 、でいつもそれで迷子なんだよ。わかる、そうそうそう。だけどちょっと特にゆうさんはいろんな方いるんだけど、イメージの世界できちんと移動した分の距離をちゃんと持ったままそこに移動してほしいって感じ。そう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 、じゃあちょっと行くよ。そう、もう一回、何のためにここから上がってきてるの、せーの。でボリュームは多分もうちょっと減らず、なのでボリュームはこうやって本来変わるはずなのよ、最終的に。今ちょっとゆうさん高さがさ、幅がそんなに広くなかったから移動できなかったんだけど、美穂とかでも多分まだ移動ちょっとやってみ、やってないんだけど、このくらい移動は必要なのよ。で歌ってる時って、まあ、小さくね歌う時ももちろんあるんだけど、この距離感の移動は絶対してるの。でそれがたまたまちっちゃめにね聞こえたりとかすることはあるんだけど、そこの場所であるとかそこのエリアであるってやつの間違いは絶対ないので、道のさっき話だったら道路で運転してきたらどこもつながりなく来てないじゃない。
なのに突然ワープしてね、どこでもドアで行ければいいんだけどみたいな感じに移動するのが音の高さのところだから、移動経路が絶対あるわけ。できたら自分の体重が乗って、もしくは自分の体の力抜いて、 なぜかというと頭とサイズと体のサイズが違うので、体のサイズの方に頭を合わせてあげてほしいのね。だからこれが多分そのまあ、その不思議なこと言ってるようでいて、皆さん強制してこういうもんだっていうふうにしちゃってる場合が多いので、もっと実は自由で、もっと自分の体と合っていて、また自分の思ってる頭の考えとはちょっと違うってとこね。でここを話してあげることが歌を歌うことに一番大事なことで、皆さんがそう、そう素敵な歌を歌う人の歌聞いて素敵だわとかって思うのは、こういうふうにみんなが持ってる、みんな必ず持ってるって感覚とか、そういうところがなんていうか、そのこう使われてるからいいなと思って見ることが多いわけよ。で皆さんも私が本当に推奨しているのは、歌手になる方もすごく必要なことですけど、普通の人もいろんな能力絶対持ってるので、こういうところで使えると楽しいし、今カラオケもね、 なかなか行けなくなっちゃったんで、個人で練習できるところの入り口、この時期に自分の音についてこう考えられたり、自分の人生みたいなことをこう考えられればいいんじゃないかなと思ってやってみました。今日もドミソミドまでしかやってなくて申し訳ないんですけど、でもこんな感じでみんなも絶対歌は上手くなります。歌の上手くなる方法としては、なんとなくはやりません。ただ自分にきちっと向き合うとか、自分がどうやってるかの感覚にを研ぎ澄まします。私の感覚を言ってるんではなくて、ご自身の感覚に気づいていく、自分の感覚に気づいていくとまだまだ可能性あるんで、皆さんこれからも一生懸命ポストで一緒にやってみませんか。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも面白いと思ったら高評価、またチャンネル登録もよろしくお願いします。CS ボイスレッスンでした。また見てね。